台湾が初めて自ら建造した潜水艦の浸水式が今日行われ、式典には蔡英文総統も出席しました。台湾南部の高雄市で行われた浸水式で、台湾軍の関係者は潜水艦の主要任務について、中国軍の台湾東側への展開を阻止し、台湾を包囲させないことだと説明しました。 また2027年までにもう1隻潜水艦を建造し4隻体制にする目標も示しました蔡政権は中国を念頭に必要な防衛装備の自前での調達を目標としていて潜水艦建造はその中核と位置づけられています一方中国外務省は台湾は中国の一部であるとした上で 両岸に対立を生み出すことは台湾海峡の平和を破壊するだけだと批判しました。